皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、下半身麻痺の女性に向けたお話をしていこうと思って、まあ女性限定なのでちょっと男性は見てほしくないなって思うんですけど、まあ性のお話をお久しぶりにしていこうと思います。で、私がリハビリをしている中で、一つ影の目標というか、表には出してない目標があったんですけど、その目標が、騎乗をする。相手からこう動いてもらうばかりじゃなくて、自分もやっぱりこう動きたいっていう風にするためにはどうしたらいいのかっていうリハビリを一緒に影の方でやっていました。で、その結果と、あとどういうリハビリをしていたのかっていうのをちょっと今日お話ししていこうと思います。なので今カメラ回してもらってるのは、リハビリ担当の人なので、いろいろお話ししながら伝えていこうと思いますが、何から話したらいいのかな。まず一番初め、やっぱりこう、騎乗をするにあたって、お尻がどうしても上がらない、からこそのじゃあどういうリハビリをしたかっていうのがどういうリハビリをしたんだっけ、しっかり感じ取れれば、手でとどめといて、お尻上がるかな、手のサポートが使えるから前は、まずはチコトレとチコト骨盤の前後傾を頑張ったんじゃないですか、からチコトレやってっていう。チコトレは造語だから。チコツをこう上げる、引き上げるトレーニングをしてました。で、その中で、でもこう動かす時のイメージが全然わかなかったんだよね。どう動かしていいかやっぱわからないから、リハしてる人たちに言わずに、昔、過去にその騎乗をしてた時のイメージで、こう骨盤の前後傾かの時、をやってみたらめちゃくちゃ動きが良くなって周りの人たちが「え今何したの?」みたいな、急に良くなったけど何したの?みたいな感じになって「いや実は」と「騎乗のイメージをして動かしました」って言った方がめちゃくちゃ動きがいいっていう話になって、そこからあれなんだっけ、バランスボール。バランスクッション。バランスクッションを下に敷いて、そのいやちょっと浮かした状態、本番に近い状態でやっても骨盤が動くのか前後傾するのかっていうトレーニングをやったりしてて、女の子座りするのとかもやっぱ硬くなってて、めちゃくちゃなんていうの、柔軟性がなくて、それも大変だったから、一応ちゃんと自主トレで伸ばしたり。やってた。結果発表の日があったから、その日の前はめっちゃやってて、ちゃんとその日までにはやってた。そう。で、実は2回あったんだよね、その結果発表の日が。で、1回目は失敗しちゃったの。なんかそれはなぜかっていうと、リハでやったイメージをやろうと思ったんだけど、思った以上にこうお尻をこう後ろに何て言うの、落とせなかった。前ばっかりで動いてたから、全然それはその感じる側は動いてるように感じなくて、でその日失敗してできなくて、とそれをもとにまたリハで何が悪かったのかっていうのを検証して、でまた違う日にもう一回結果発表の場を設けてもらって、手を前についた状態、騎乗の真上じゃなくてちょっと覆いかぶさった状態の騎乗ね、でこう上下したら大成功しまして大成功したんです。だからなんていうの、別に下半身麻痺の女の子はされる側だけじゃなくて、ちゃんとする側っていうか、方針なんていうの、方針攻める側、攻める側にもなれるっていう事実が分かったから、すごく嬉しくて、動かれるばっかりじゃなんか申し訳ないなっていう感じもあったんだよね。まあ別にそんなこと思わなくていいのかもしれないけど、
おい的にはそういうのがあんまりなんか嫌だというか、もっとできるようになりたいなって思ってた分、でもそれが逆になっていうの、普段の生活のさ、リハにもすごく役立ってるというかね、体の使い方にイコールになってくるわけでしょ。なるでしょ。うん、だからぜひ女の人たちにはね、チャレンジしてほしい。状態にもよりけりだけど、もしおいとまず似たりよったりの人とか、おいより状態が下の人もできる、うん、できると思う、うん、下の人とかは、人とかはぜひねトレーニングしてチャレンジしてほしいなというふうに思います、うん、もしどういうトレーニングをするべきなのかっていうのがコメント多かったら、まあ、こんな感じでやってましたよっていうのをちょっと見せようと思うのと、うん、やり方とかを教えてあげれたらなって思います。まあ、思ってるより訓練と実践に違うよね多分。そうだから本当に実際と訓練は違うから、やっぱこうでも訓練をもとに1回目で発表会して、うん、で1回その発表会で得たなんか失敗とか成功をやっぱり持ち帰って、もう1回それでリハして発表会、やっぱり2回発表会は必要だと思う、うんうんうん、一番何が違った。まあ、やっぱその高さというかさ、足の開きとか、あとその安定感、うん、相手の骨盤の上に乗ってる状態の安定感も全然違うから、そこが一番違うかな。あとやっぱ人によってさ、うん、まあ、体型もそうだけど、要は足の開き具合も、大きい人の上に乗るんだったらもっと足開かなきゃいけないとか、うん、そんなに体格を良くなかったら、まあ閉じて乗るとか、まあ、そういうところがあるから多分そこも違ってくるんだろうな、うん、まあ、やっぱだから柔軟性はもっとあった方が良かったなって思う、ね、その形勢めっちゃ出ちゃうから、うん、そこも大変な部分はあるんだけど、まあ、士官の人とかだったら多分簡単に女の子座りはできるよね。そんなことない、できるけど多分その分引き上げが大変だから、あー、ついてこなくて、そう、形勢がある分引き上げと下げるのには助けられてる可能性はある。うーん、なるほどね。そう、屈曲強い、足の屈曲が強いんだったら骨盤前傾するのは楽になるはず、普通の人よりは。なるほどね。そう、まあでも本当にだから、今までそのセカンドバージョンをする前まではなんかこう健常の時のようにできないのかなって思ったけど、あれもできるというか、セカンドバージョンもできました、でなおかつ騎乗もできるようになりましたっていうと、なんや変わんなくなってきてる。その、まあ、感じ方は違うけど、その行為自体は健常の時となんや変わんなくなってきてるから、うん、なんか不安要素っていうのがどんどんなくなるね、プレイに対して、うん、逆にあと欲しいタイミングは何？あ、でもだからその手を前についての上下だから、そうじゃなくて手をつかない状態での前後とか上下ができるようになったら、うん、よりいいかなっていう感じだよね、うんうん、そのためにはやっぱこう手を離した時はさ、バランスも大切だし、なんかこう上体を持ち上げるってなったら、もうもはや本当に歩けるっていうか立位できるくらいレベル、膝立ちできるレベルにならないとできないじゃん、うん、まあ、だからそこがだんだんさ繋がっていく、普通の歩くためのもうその経過と繋がっていくわけだから、うん、なんかそうなれたらいいなって思う。まあ、何の報告かって言われたらちょっとよくわかんないけど、でも本当に下半身麻痺の女の子たちも、そういう性に関してあまり恐れず不安を持たず、どんどん挑戦していってほしいなというふうに思います。ぜひ皆さん頑張ってぜひ皆さん、もし、まあ、もう一度言うけど、どういうリハをねやってたのかっていう、まあ、あんまり映像はないからもう一回再現するっていう感じになるけど、見てみたい、教えてほしいなっていう女性の方々はぜひコメントいただけたらなというふうに思います。はい、ということで、
この動画が役に立ったらいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。